皆さんこんにちは、エリです。今日は刺繍ブローチの作り方をお伝えします。用意するものはこちらです。まず刺繍したい絵柄をシーチングに下書きしていきます。下書きしたものを刺繍していきます。今イラストの輪郭が刺繍し終えたので必要なところを塗りつぶしていこうと思います。はい、こういった感じで刺繍が出来上がりました。次に表地と裏地を合わせて縫っていきます。表と裏を縫い合わせる糸はゴールドを使っていきます。玉留めをして中から針を通して並縫いで縫っていきます。後で綿を入れるのであまり縫い目が大きくならないように注意しながら縫っていきます。途中まで縫って綿を入れられるだけの間を残して綿を入れていきます。あんまりたくさん綿を入れすぎると刺繍した表情がちょっと変わってしまうので程よく綿を入れた後にまた続きを縫っていきます。全部縫えた後は針を中に出してここで玉留めをします。ちょっとだけ手で綿をなじませます。次にハサミで余分なところをカットしていきます。後ろにブローチピンを縫い付けていきます。はい、こういった感じで完成です。このブローチの端は切りっぱなしにしてるんですけど、この切りっぱなしが気になる方はこういったほつれ止めを塗ってもいいのかなと思います。はい、いかがだったでしょうか。こちらが簡単なブローチの作り方のご紹介でした。ぜひ真似して作ってみてください。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。